ましたね。でも契約書も問題なく受け取ってもらえてよかった。なんだかすっきりしたな。私も今日のこと考えるとずっとそわそわしちゃってたから、ようやく肩の力が抜けたっていうか。確かにね。けど事務所に所属したからってそこがゴールじゃない。私たちは私たちでできることをしないと。そうだね。今後のこともいろいろ考えていかなくちゃいけないけど、今は進藤さんの言うように練習を頑張らないと。うん。ま、でも今日やるべきことはできたし、とりあえず帰ろうか。そうだね。すっかり空も暗くなっちゃったし。空も。あ、どうしたの？今朝見たニュースのことを思い出して。ニュース？うん、もうすぐペルセウス座流星群っていうのが見れるんだって。ペペロンチーノ流星群？え、何そのギャグ。よく聞こえなかっただけだってば。ペルセウス座流星群だよね。三大流星群の一つなんだよ。確かにそろそろ見れる時期だったかも。へえ、そうなんだ。流星群か。懐かしいね。みんなで子供の頃見たっけ。あの時見たのは獅子座流星群だったけど、でも確かに懐かしいよね。うん、私も今朝同じことを思ったんだ。それで、あの頃みたいに、またみんなで星を見たいなって。また、みんなで。絶対見たい！みんなでまた一緒に見よう！そうだね、いいかも。最近はライブに契約に、ゆっくりする暇もなかったし。うん、私も見たいな。あの時の星空、今でもちゃんと思い出せるんだ。咲ちゃんが言ってた願い事も、みんなと話した言葉も、全部大切な思い出だから。またみんなで同じように大切な思い出が作れたら嬉しいな。それじゃあみんなで見に行こう。また昔みたいに。うん、嬉しいな。みんなで当たり前に一緒に見に行こうって約束ができて。流星群、楽しみだな。はあ、新しい弦とピック変えてよかったな。本格的な活動のために道具もいろいろ買っておかなきゃ。次は星野さん。え？あ、吉崎さん、お久しぶりです。こんな街中で。すごい偶然ですね。そうですね。すみません、急に声かけちゃって。いえ、会えて嬉しいです。お元気でしたか？
その節はいろいろとご迷惑をおかけしました。それにすみません、最近はライブにも全然行けてなくて、実は花野とちょっと約束をしていて。約束？あ、またライブに行こう。新しい家族と仲良くなれたら絶対に行こう。花野が新しい家族と仲良くなれたら、二人でまた一緒にレオニードさんのライブに行こうって約束したんです。だから花野とライブに行けるようになるまで俺も待とうと思って。そうだったんですね。でもそろそろ皆さんのライブに行けそうなんです。え、それって花野、最近新しい家族とうまくいってるみたいなんです。この間も家族みんなで旅行に行ったって。本当ですか？よかったですね。はい、だから次のレオニードさんのライブの時会って二人で一緒に行こうって話してたんです。そっか、よかった。また二人が一緒にいられるようになって。これも全部レオニードの皆さんのおかげです。え、私たちの？花野が言っていたんです。新しい家族と仲良くしようと思ってもどうしても寂しくなってしまう時があって、でもそういう時は最後に見たレオニードさんのライブを思い出してたって。あ、俺もわかるんです。時々花野がどうしてるかって心配になることがあるんですけど、そういう時あのライブで聴いた曲を思い出すと花野と過ごした記憶が蘇って、すごく幸せな気持ちになりました。動画サイトにあの曲が上がってからは何度も聴いて、俺も花野もレオニードの皆さんにずっと励まされてたんです。だから本当にありがとうございました。そんな風に言ってもらえてすごく嬉しいです。けどお礼を言うのは私の方です。え？私は二人に大事なことを教わったんです。昔の私はただ漠然と歌で誰かの心を震わせていけたらいいな、歌で思いを伝えられたらいいなって思って歌ってただけなんですけど、吉崎さんたちを見て昔の自分のことを思い出して二人の心に届く曲を作ろうって思ったんです。星野さん、あの時のライブでも少し話したと思うんですけど、私も昔大事な人と離れ離れになった経験があったんです。あの時はすごく悲しかったけど、その経験が二人に届く曲になってすごく嬉しかった。だからこれからも誰かを励ましたり支えたり、そんな演奏をしていきたいなって思えるようになったんです。そういう大切なことを二人には教えてもらいました。だからこちらこそありがとうございます。いえ、俺は何も。でも星野さんにそう言ってもらえるのはすごく嬉しいです。そうだ、次のライブいつ頃とかってもう決まってますか？あ、それはこれからはライブをするのも事務所に相談しないといけないからすぐには決められないけど、まだ予定は決まってないんですけど、でも必ずやります。二人の心に響く最高のライブをやるので、ぜひ来てください。
い。花野と二人で聴ける日、楽しみにしてます。じゃあ俺はこれで。本当にありがとうございました。これからもずっと応援してます。本当によかった。花野ちゃんとお兄さんがまた一緒にいられるようになって、それに嬉しいな。私たちの歌が苦しい時の支えになってたなんて。でもそっか、誰かのために歌を届けたいって真剣に演奏してちゃんと届いたらすごく嬉しくなる。その気持ちを教えてくれたのは花野ちゃんとお兄さんだったな。だけど大事なことを教えてくれたのは二人だけじゃない。私たちは本当にたくさんの人たちのおかげでここまで来れたんだ。プロになることを真剣に考えるきっかけをくれて、その後もたくさん相談に乗ってくれた伊織さん、対バンで私たちのバンドとしての力を押し上げてくれたサクさん、他にも私たちの夢を応援してくれた友達のみんな、それに私たちを見守って助けてくれたミクたち、本当に感謝してもしきれないな。何かお返しがしたいな。たくさんお世話になったみんなに何ができるかな。